点とする強豪智弁和歌山。1回、岡山理大附属はいきなり流れをつかむチャンス。ランナー三塁一塁で4番森田。4番としてまずは大きな役割を果たした。しかし相手は智弁和歌山、簡単に流れをつかませてはくれない。3回に同点とされ、なおもランナー3塁、迎えるは3番の福地。ショートの頭上をライナーで破っていきます。福地の当たりはセンター前へ、勝ち越し、2点目のタイムリーヒットになりました。これが智弁和歌山の底力か。勢いを止められない。5回にも、おお、左中間に大きな当たりだ。風は押していくぞ。そのまま入るか。入った。で、今大会2本目のホームラン。4対1とリードを広げました。さらにバッターボックスには4番佐々木を迎える。同じ4番として、そしてキャッチャーとして、ここは強気でいくしかない。空振り三振。森田のミットにパッとボールが収まりました。この強気のリードが流れを再び引き寄せた。7回、センターの右です。右中間に打球が飛んでいく。そのまま弾めました。タイムリーヒットになりました。これで2点差。なおも攻撃は続く。2番の松下、センター返し、センター前に出てくる。ボールを止める。二塁ランナー三塁を回った。バックホームはすごい球がキャッチャーに返ってくるが、滑り込んでセイ、ヘッドスライディングが行きました。岡山理大附属3点目を挙げました。4対3、智弁和歌山のリードは1点。1点差で迎えた9回裏、ランナー2人が出れば森田に打順が回る。そして岡山理大附属はここまで1人で投げ抜いてきたエース早藤に代打を送る賭けに出た。高いバウンドだ。マウンドを降りて取る。素早い送球、アウトだ。なんとか回してほしい。続くトップの大木だ。森田登場です。9回裏ツーアウト、ランナー一塁三塁、点差わずかに1点。チームで必死につないできたチャンスだ。全員の思いが一つとなって、一昨年の優勝校智弁和歌山を追い詰めていく。強烈なスラッガーを相手に弱気な自分を払拭したドカベンが、この夏最高の場面で登場した。ランナースタート。投球ボールでノースリー。一塁キャンバスは空きました。結局フォアボールです。どうしても自分で決めたかった。続く5番馬場は足を引きずりながらバッターボックスへ向かう。前のイニングでバッターランナーと交錯、左足を負傷。その痛みはこの大事な場面でも和らいではくれなかった。
ここで自分のスイングができなければ夏が終わってしまう。決勝進出をかけたギリギリのせめぎ合い。同点のランナーは三塁、逆転のランナーは二塁へ。馬場はただ一つのことだけを考えていた。悔いの残らないように振ろう。左中間だ、抜けていった、サヨナラヒットになりました。怪我をした馬場、劇的なサヨナラタイムリー。夢の智弁和歌山、2度目の決勝進出目前でついえました。